続きましてスタートエンジンをかけるのを待っているのは国際エース IA1 クラスの選手の皆さんです。今シーズンからゼッケンの色が変わりました。アメリカのレースっぽくなったような感じもありますけれども、それまで赤いプレートに、ナンバーが刻まれていたのが、白いプレートに黒い文字でナンバーが刻まれています。国際英雄 IA1 のクラスです。その中でそのレースのポイントランキングトップの選手は赤いゼッケンをつけるというレギュレーションになっているようでありまして、その赤いゼッケンをつけているのはゼッケン114番、ディフェンディングチャンピオンの成田明、チーム HRC からエントリーです。ディフェンディングチャンピオン成田明。この HSR 九州のコースとも非常に相性のいい選手であるというふうにお聞きしていますが、もう絶対王者とかいう言葉じゃなくて、もう本当に怪物ですね。スピードもそうですし、強さもそうですし、何よりその勝利への執念、それが怪物の名にふさわしいと思います。去年あるいは一昨年ぐらいには熱田選手が鉄人というふうに呼ばれていましたが、熱田選手が鉄人、成田選手が怪物、もう本当にこれまでの全日本選手権、全日本のモトクロスを引っ張ってきた称号じゃないかなというふうに思います。公式練習がスタートします。国際英雄 IA1 クラスの公式練習です。
予選では5番手で通過しています。フィニッシュした後に少し首をかしげていたような仕草も見せました。どこかセッティングが合わなかったのか、あるいは自分に何かミスがあったのか分かりませんが、このゼッケン51番をつけた黄色いマシン、ぜひ応援をしましょう。皆さんで応援しましょう。そして元気のいい走りを見せていました。予選6番で通過は166番ブルークルーレーシングチーム中野モシです。
線4番で通過は鈴木線400番チーム電気足山本圭、山本圭のそのスピード